絶対に絶対にゲットしたいのが一枚あって、もちろんね他にも欲しいね。いやもう赤髪ベージーだ、ゴッドのベージーすっげえよもう画像の時点でやべえじゃないか、絶対欲しいんだけどさ、しかしながらね、しかしながらね見た今のやばく、うー、前回さシルバーでさブロリーあったじゃん、キューブロリーのさシルバー、そして今回ねついにゴールド来て、ザントゥトゥルトゥルトゥトゥル、うーわゴールド、いやマジでか、絶対、いや今日出るかな、もう今日の狙い、まあめっちゃ知る、レッドレアとかさ、すっげえかっけえじゃん、もうゴジータのさ、でもしかしながら、やはりよ、ブロリストはさ、これだよね、ゴールド。そして、そしてね、そしてね、ゴールドがあるということは、ゴールドがあるということはよ、トゥトゥルトゥルトゥトゥル。いや、フォーのベジータすっげえ欲しいよ。しかしながら、いや、今日ダブルできて、おっと、お願いします。いや、出るかな。ゴールも狙いは、ブロリーと、ノーマルブロリーと、ゴールドのブロリー。今日はもうそれだけ。今日それ出れば OK。そしてコンプを目指して次、次回ね。やつが俺一段もさ、まだコンプしてねえからさ、一段コンプしてんだよ、一段。一段、本当はさ、一段コンプしてから二段にね、行きたかったんだけど、まぁ、あ、ちょっとね、予定が狂い、一段がね、コンプできなくて、前回来ると思ったんだけど、うお、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ。ブローリー。このガタイブローリー。よし、行くぜ。ブローリー、来てくれよ。俺は信じている。まぁ、あ、めっちゃ出てくれる。落ち着け、落ち着け。まあ落ち着け、まあ落ち着け。大丈夫、絶対来るから。自分を信じろ。もう、絶対に、ガータイシンが来る。大丈夫だ。もう、ブロリストはね、絶対これ、ブロリー。ブロリーは絶対どんな商品でもゲットしなければならないから、ブロリーはね、おし。まずはね、いやまあ、一枚目だしね、めっちゃかっけー、親子カメハメハじゃねえか。孫悟飯。いや、つうか、マジかっけーな、これ。うわ、悟空ちょっと顔映ってるね。めっちゃ反射してて分かりにくいんだけど、悟空がね、後ろにちょこっと映ってる。親子カメハメが孫悟飯。最高っすね。一枚目から、最高っすね。しかしながら俺はブロリーしか見ていないから、頼むぞブロリー、やばい、残機がどんどん減っていく。まあ当たり前なんだけどさ、一枚開けるごとに残機がどんどん減っていき、プレッシャーが高まってくるから、頼むブロリー。いや、来たらどうしよう、俺死ねるかもしんない。俺どうなるんだろう、これ。ブロリー来たら。え、マジリアルで涙。いや、ちょっと頼むぞ。ブロリー来た、ブロブロブロ。うーわ、スーパーサイジェトリー。龍拳3の悟空、うわめっちゃかっけえじゃんこれ、マジでか、龍拳のこれメンコゲットできるなんて、これちょっと待って、来てんな、親子カメハメハからの龍拳孫悟空、めっちゃかっけえな、ちょっと待ってよ、ほんとやべえ、もう今のですげえダメージ食らってるんだけどさ、しかしだ、メインディッシュは違う、メインディッシュはね、メインディッシュは全然違うんだよ、もうブロリーだからね、メインディッシュはブロリーだからね、あ、そうだ、前回のね、ブロリーね、今回のブロリーと並べたいからさ、降臨して、いや、かっこいいな、シルバーからのゴールドだからね、うわ、幸せすぎる、いや、まあ出るかわかんないけどさ、いや、つが出る、絶対に出る。そういうこと言うな、やろう、そういうこと言うな、絶対来る、絶対来るから、やめろ、そういうこと言うな、そういうことを言うな、バカ野郎、バカ野郎だめ、これ、ボケ、絶対来る、自分を信じろ、大狂犬を信じろ、自分の大狂犬を信じろ、俺の大狂犬、唯一ブロリーに勝ってて、大狂犬、待って、これさ、え、バーダッキーじゃない、パッケージにいたっけ、あ、いたわ、そういえばバーダッキー、いたいた、思い出した、欲しいなと思ってたんだよ、ブロリーで忘れてたけど、ブロリーで書き消されてかってよ、バーダッキーだ、はだけてる、壊れて、いや、めっちゃかっけえな、バーダッキー、バーダッキー筋肉、ありがとうございます。わ、ちょっとこれ調子はいい。波は来ている。波は来ている。ガチのマジでさ、この3連チャンだけでもう、これカツ丼いけるよね。もうこの3連チャンだけでさ、トレーニング後のカツ丼。うわ、いいね。でかくなるな。体がでかくなるぜ。そしてね、ブロリーが来てくれたらもう言うことはね、もうブロリーが来たらもう、いやー、頼む、ブロリー来て。お願いします。絶対コンプしたいけどね。絶対コンプしたいけれども今日はできないから、とりあえずブロリーをゲットして安心しておきたい。ブロリーをゲットして安心しておくといい。頼むぜ、ブロリー。握力。俺の握力。鍛えてるか、おい、握力。握力も鍛えろ、握力も。握力、もう見た目とか関係ないけどね。音が力だから。逃げる力、グリップ力だから。こう、掴んで離さない力。振り回してもね、離さない力をつけないといけないから、もう握力もね。
鍛えないと。うわ、来たわ、ゴッドの悟空。ゴッドの悟空。ま、デザイン、え、めっちゃかっこよくね？デザイン。どうしたこれ。進化してね。前回の一段横。デザイン超かっけんだけど。ゴッドの孫悟空。いや、ゴッドの孫悟空来たらな。ゴッドのさ、M 字ハゲ。いや、もうほんとかっけえからな。ベジータ来てほしいな。ベジータも並びたいね。こんな、いや、ベジータと一緒にダブルで並べるゴッド。うわ。これは来るな。しかしながらよ。しかしながらよ。もうあと4パッキーしかないんだけど。ちょっと待ってくれって。追い詰められてきた。ブロリー来ない。いや、もう、いやでもさ、ブロリーだからやっぱレア、まあ、ゴールドだしな。ゴールドだし、レア枠だよな。そうだよな。よく考えたらそうなんだよな。ゴールドなんてめ、あの、もう、めったに出ないでしょ、これ。あの、めったに出ないやつがもう、総価で出ないでしょ、ゴールドは。だからちょっと倒すのは難しいんだよな。やはり。いや、わかってるんだけれども、分かってるんだけれど、頼むぞブロリー、悪力頼むぞブロリー。ゴールドか、あ、違うね、違うね、ゴールドではないね。身があってドゥルッドゥ、身があってドゥルッドゥ、身があってドゥルッドゥ。めっちゃもうパッケージにさあってさ、見た瞬間に、あ、これは欲しいなと、欲しいなと、もうめっちゃ思ったよ。いや、これめっちゃかっけえじゃんと、絶対ゲットしたいって。あ、これじゃない、こっちじゃなくてね、あのゴジータの方か、ゴジータブルー、ゴジータブルーの方のパッケージに詰め、はあ、思ったさ、俺欲しいなって思ったよ。見て、これなんだこれ、めっちゃかっけえな。よしやろ、いやートレーニングして、いや思ったけどやっぱさ、こっちだもんな。あとノーマルのね、やばい、これダブルでゲットしなきゃいけないのに、今日ミッション、今日ミッションなのに、あと3パック残り3パック。いや、なんでこう追い詰められんだよ、マジかよ。今日ゲットできなかったらかなり、もう今日ゲットできなかったらかなりきついんだって。もうないから、俺めっちゃ探したからね、めっちゃ探してやっとこんだけゲットできて、今日ゲットできなかったらもう絶対ないんだ。うわー、やばい、そう、あ、もうあれだ、ネットで買うしかないね。ネット、あ、ネットだったら買えるよな、多分な。ネットだったらさ、あの箱とかで売ってるかもしれないから、ちょっと探してみるわ。いや、でも今日出すから、俺絶対とりあえず今日出して、次回ネットで買ってコンプという。とりあえず今日ブロリー出さないとダメだから。ミッションだから、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 やばい。いや、これもパッケージにあってほしいなと。だってさ、シェンロンのさ、デザイン超かっけえじゃん。均等に乗ってる悟空とね、シェンロンがいるという。はぁ、残り2パッキー。終わったとか言うなよ、おい。おい、終わったとか言うなよ。まだわかんねえだろ。開けてみるまでわかんねえからな、これ。これもうわかんないよ。これでブロリー、ノーマル来て、最後にゴールドのブロリーが来るかもしれねえだろ。諦めちゃダメなんだよ、最後まで。そう簡単にブロリーは出、いやー、頼むブロリー、頼むブロリー、マジで本当頼むブロリー。いや、冗談抜きで、あの来て、本当お願い、ブロリー来て。いや、本当ブロリー来てくれたら分かった、一日トレーニング休んでもいい。もう、いや、いや、でも、いやー、休みたくない。いや、もう、うん、一日休むよ、ブロリーが来たら。頼むブロリー来てくれ、ブロリー、本当頼むぞ。いや、これで外したらもうないんだ、残機。もう残機ゼロだからさ、もう余計な分のさ、もうないから、もうないから、もうないから。いや、まだ分からん、まだ分からん。ブロリーじゃないかもしれん。え、ゴールド何種って書いてあった、これ。ゴールド、ここにさ、ゴールド、待ってよ。ゴールド何種、ゴールド一種だったら確実にブロリーだろ。いや、早く見れってな、見れってな、早く見ろよってな。行くぜ。ブロリーだよ、これ。ブローリー、トゥルトゥルルトゥトゥル。ゴジータ。うわ、そこはブロリーだろう。ゴールド、こっちで50って書いてあったもんな。うそ、待って、ゴールド何種あんのこれ。ゴールド何種だ、全部で21種類あって、ゴールド何種って書いてねえよな。まあ、レッドは1種でしょ、レッドは1種でしょ多分。で、ゴールド何種あんだろう、書いてねえな。前回書いてあったよね、箱に確か。うわー、ブロリーじゃなかった。いや、でもゴジータだからね、ゴジータだからね、めっちゃかっけえな。やっぱゴールドレベルちげえな、団地だわ、すっげえ輝きだ。いや、ありがとうゴジータ。いや、ブロリーじゃなかったけど、もう全然、もう初めんこだし、来てくれてありがとうなゴジータ、大好きだぜゴジータ。お前カホ、このゴールドレベルは、お前この黄金レベルは輝きがカホだろ、あざっせ。いや、もう大丈夫、ブロリー来なかったけど、もう全然全然、俺の大胸筋まだ生きている、まだ生きている。なぜならば、まだワンパッキーあるから。これで、いや、待てよ。今回ノーマル出すか、ノーマルのブロリー出して、次回ゴールド行く。そうだな、そっちの方がいいよな、流れ的に。うん。いや、ゴールドこんな感じって見れたから、ね、ゴールドはこんな感じよ。で、これのブロリーだろ。もうぜひ、欲しい、めっちゃ欲
しい。ダメだ、やっぱゴールド狙う。うん、この黄金の輝きのブロリーは絶対にゲットしなければならない。いや、お願いします。本当に来てください。ブロリー、ブロリー、ブロリー。いや、ブロリー、ブロリー。つうか、ノーマル、ゴールド、どっちでもいいよ。もうブロリーはブロリーだから関係ない。もうブロリーはブロリーだからさ、ブロリーはブロリーなんだよ。どうも、関係ないんだって、もう。どうでもいいんだって、もう ブロリーは絶対ゲットするから、もう関係ない。もうどんな状態であれ、ブロリーはブロリーだから、とりあえずブロリー来て。色は、あ、うん、ノーマルだね。じゃあ、ノーマルブロリーで。ほんと頼むぞ、お前。おい、ふざけんじゃねえぞ、お前。絶対来いよ。ブロー、バーダーキリッティリッティル、初かぶりじゃねえか。まあ、初かぶりバーダックって、そのかなり運がいいでしょう。うん、かなり運がいいよ。これは負けではない。今回ゴールド1枚来たし、ブロリー1枚もこうなった。なんでだ、ブロリー。なんでだ、こんなに好きなのに。こんなに愛してるのに、ブロリー。マジで絶対来ると思った。いや、まあやっぱそう簡単には来ないか。いや、売ってるといいけどな。まあちょっとネットだな。ちょっとググってみる。ということで、今回はブロリーね、出なかったけど、他にもかっこいい面子がたくさんゲットできたので、大満足。大満足っす。見てこれ。超かっけえじゃん、身勝手。そしてね、かぶったバーダッキー。バーダッキーダブルだからな。そしてね、いや、赤髪ね。ベジータ来なかったけど、いや、もうベジータ、いたら最高よ。もう並べられたんだけどね。ベジータまた次回。でもゴッドの悟空単体でも超かっけえからね。で、バーダッキーに今イメトルト、そしてスーパーサイジン3の孫悟空、龍拳めっちゃかっけえな。おい、龍拳やべえよな。うわ、食らってみてえな。俺の鋼鉄腹筋にして食らって、もう、ね、なんか強そうなやつのパンチってさ、食らいたくなるよね。街でさ、めっちゃマッチな人見たらさ、いや、殴ってくんねえかなってなんね。もう、俺の、なんか防御力を試したくなるよね。お、来いよ、みたいな感じで。顔面と腹、もう一回。そしてね、もうこれも超気に入った。孫悟飯。親子カメハメハ。いや、いいなぁ。これもうちょっと全体像映ってたらもっと良かったよね。そして、最後にゴールドドゥルって。いや、ゴジータ来たからなぁ。ゴールド。いや、これでブロリーだったら俺泣いてたな。俺泣いてたわ、マジで。あの状態で来てたら。あの展開でもうなかなか来ないなと。もう終わったな。ちょっと正直思ってたの、心の中で。やべえなと。終わったんじゃない、これパティンじゃねえの、思ってたの。その状況で、あの状況で、ブロリーが来てたら、俺ほんと泣いてたな。ガチ。だから危なかった。ちょっと泣いてるとこみんなに見られたくないから、よかった。今回は出なくてね。で、次回ね、ダブルゲットした方が楽しいから、もう楽しみはね、伸ばした方がいいからさ、次回は絶対に、あ、ごめん、こっちだ。ブロリーの、黄金ゴールドとノーマルのブロリーでお会いしましょう。そして前回のやつと並べる。いや、前回たくさんブロリーゲットできてるのにな。今回なんか苦戦しそうな気がする。次回出るといいけど。それではまた次回、絶対にね、このブロリーでお会いしましょう。あー、ブロリー、このパッケージだけでもうね、もう心がキュンとなる。かっこよすぎて、ブロリー。いや、いいな、売れふて。もう顔面思いっきりぶん殴ってほしい。